皆さん、こんばんは。今日は2024年3月20日水曜日です。今日のテーマは中国経済大粛清。証券市場も株式市場も大粛清です。恒大グループに約865億円の罰金命令発表しました。そして中国政府の柔軟性ですね。 亡くなっていました。これについて話をしたいと思います。まず、交代グループについての情報ですが、去年8月でしたが、中国の証券監視委員会は、不正あるかどうか調査しようと言いました。約8ヶ月調査して、3月18日の夜発表しました。これについて説明しますが、 広大グループはですね、香港の株式市場に上場しています。でも業務は中国の国内にあります。つまり不動産の開発をやっています。主な業務ですね、広大自動車もあるんですが、これについて情報を発表しました。2019年、2020年、決算報告書を捏造しました。会社は債券を発行して、 それがですね、その情報を投資家に提供しまして詐欺の行為もありました。2019年決算報告書に2139億円を獲計上当時の営業収入の50%を占めていました。内訳としては物件の販売額1732億円を獲計上利益は 億円を書く形状2019年の利益の63%を占めています。そして2020年、3500億円を確計上。当時の営業収入の78%を占めていました。内訳としては2988億円を確計上。利益は512億円を確計上。 2019年と2020年合計で5127億元を各計上しました。つまり、恒大グループですね、かなり決算、報告書を捏造しました。そして、2020年でしたが、売り上げ高ですね、ランキング、中国国内の不動産企業ランキング5社中、恒大グループは1位でした。中国トップワンです。売り上げ高ですね、5127億 27億元でした。次はカントリーガーデン社は第2位です。4228億元でした。ちなみにバンカーという会社は第4位でした。4191億元でした。しかし、恒大グループはですね、その年ですね、2020年でしたが、3500億円というのはいでしたので、各計上でしたので、もしですね、この改ざんがしなければランキング1で 10位にも入りませんでした。でも解散して1位となったんですね。また2020年から2021年、広大グループは個人の会社に金融商品を販売しました。これについて何回か話をしましたが、アピールした材料はですね、2019年と2020年の業績だったんですよ。合計208億円の金融商品を売りました。 これで2022年1月ですね、広大グループは返済振り子があって、深泉ではですね、ものすごい抗議がありました。深泉にある本社ですね、投資家たちはみんな包囲して抗議しました。2020年1月1日から現在までですね、1533件、そして1件につきですね、5000万件以上の借金、 契約違反がありました。つまり、債務の不履行ですね、となっていますので、総額は4300億円です。当時、返済不履行となってもですね、会社としては株主への情報公開はなかったんです。現在、会社を経営層ですね、穴に逮捕されて、罰金命令を発表しました。まずは社長さんですね。 主社長さんですね。と、高級管理者合計7名ですね。罰金されました。社長と副社長に対して、一生ですね、死ぬまで株式市場への参加は禁止ですよと、中国政府が発表しました。また、社長に対して、社長に対しての罰金は、4700億元です。そして、副社長は、1500億元です。他からですね、20万件の罰金から、 900万元の罰金までですね。また、広大グループに対して、この会社に対して、41と41億と7500万元、約865億円の罰金命令を出しました。またですね、この会社は投資家から集めたんですね、お金の20%を罰金しました。41.6億元です。つまり、さっきも言いましたが、 不正な業績を投資家に対してアピールしました。これで金融商品を販売しました。つまり社会からお金を集めたんですね。投資家からお金を取ったんですよ。208億円のうち20%をですね、中国政府が罰金するよと言ったんですよ。これはですね、どうでしょうか中国政府ですね、罰金するんですよ。でもですね、用途についての説明は昔からですね、 聞いたことはないんです。絶対にないんですよ。工事の投資家ですね。会社のアピール情報を信用してしまったんですね。あるいは、騙されてしまったんですよ。これで投資しました。でもですね、投資した金額ですね、中国政府は罰金できるんですよ。自分は何もないんです。つまり、泣き寝入りですね。これはですね、交代グループ、倒産、まあ、投資者ですね。 投資家たちのことではありますが、見た目はですね、別に一般市民ですね、別にすごいブランド服、ブランドカバーですね、持っているわけではありません。実はですね、みんな普通の市民、あるいは普通の広大不動産に住んでいる人間なんですよ。当時ですね、広大不動産はすごいずるかったんですよ。お金をですね、集めると言いますが、金融商品ですね、発行しますよと、これは投資家にすれば、 チャンスですよねというふうに言ったんですよ。そしてですね、利息は20%、23%、25%もあったんですよ。これで、でもですね、誰でも投資できるわけではありません。あくまでですね、この広大不動産を購入した人間であればいいんですよと。なので、多くの人がですね、これはチャンスですよねと思って、親戚からお金をですね、集めて、あるいは ローンですね。借金して、恒大不動産にお金を貸すんですよ。まあ、金融商品ですね。買うわけですから。でもですね、今はパーですね。何もないんですよ。でも政府はですね、罰金取るんですよ。恒大グループですが、杭州で設立しました。それから大都市へ展開されて、合計135の主要都市へ進出しました。上海も、北京も、杭州もですね、 実はですね、高台グループは怪しいですよね。という批判する経済学者、専門家がいたんですよ。例えば、2021年、物件が売れました。でも、まだ建設していません。これから工事します。でもですね、高台に入っているお金は、9743億円でした。約ですね、1兆元弱なんですよ。しかし、2020年、同期ですが、 857億円しかなかったんです。急に聞いたんですよ。でも、2020年の、2022年の年末ですね。また口座には7200億円となったんですよね。これはおかしいでしょうと、みんな不思議でした。実はですね、変化するには原因があったんですよ。不動産市場自体が悪化しましたのでですね。中国ではですね、予備売りという文化があります。つまり、前売りですね。 簡単に言えば、物件はまだないんですよ。図面と模型ですね。持って、あるいはモデルハウスがあって、それだけで販売します。これについてですね、実は、香港の不動産業界を真似しました。しかし、香港ではですね、ちょっと違うんですよ。前売りして売れました。お金をですね、受け取りました。口座に入っているんですよ。それから工事します。消費者に物件を納付してから、 口座に入っているお金ですね。前売り金ですが、売上げとして計算します。つまり、不動産企業ですが、前売りのお金ですね。使ってはいけませんよっていう意味です。でも、担保はできます。でも、2017年となって、香港の会計ルールが修正されました。前売り金ですね。使ってもいいですよとなったんですよ。そして、売上げとしても計算していいんです。これで、広大ブループは、 前売りのお金ですね。すぐに売上として統計しました。これで2017年と2018年、高大グループの売上がですね。冒頭です。投資家に注目されて株価も高騰しました。これで高大グループの規模はかなり膨張できました。お金多いですから、たくさんですね。各地域の政府から土地を取ったんですよ。買ったんですね。 しかし、返済が難しいよねとなって、2021年となって、売上ですね、前売り期に変更しました。しかし、もうダメだったんですよ。売上としてですね、統計してしまったわけですから、利益の分配もありましたし、これで資金不足となって、2021年8月、返済不利口となってしまいました。また、周社長にはですね、ギャンブル契約、あるいは、 V.A.M. 契約をしたんですよ。2016年10月ですね、深鮮市の政府の上場企業を買収して、深鮮の株式市場への上場しようとしたんですよ。これはですね、新鮮坊と言います。深鮮市の政府の会社です。これで、江州にある本部ですね、深鮮へ移転しました。 でも当時ですね、お金がなかったので、1300億円戦略投資を誘致しました。投資家にギャンブル契約をしたんですよ。内容はですね、条件があって、4年間以内ですね、上場しなければいけません。上場できなければ違反です。そうするとですね、2021年1月30日をもって、1300億円の元金を返済する。プラス、1370億円の利息を 支払わなければいけません。当然ですが、恒大グループは、新鮮市場での上場は失敗でした。そして、新新房の会社の買収もダメとなったんですよ。しかしですね、投資家,家への返済はなんとかは返済できましたが、でもですね、一部のお金は社会から、個人の投資家から集めたんですよ。これでさらに資金不足となって、物件の販売も良くないですし、 倒産しなければいけない状態となってしまいました。つまり、広大グループ倒産の原因としては、やはり借金が多いんですね。それから、中国の不動産市場においては、借金する力がものすごい強いんですよ。広大グループの社長さんですね、主社長さんですが、すごいですね、有名人です。見た目はですね、この会社は、国営金業のような会社です。でも、実は、民営会社ですね。 そして政府の機構のような会社として演技するんですよ。そうするとですね、みんなから支持されますし、みんな信用しますし、お金をですね、集めやすいんですよ。でもですね、一番の原因としては、やはり中国の不動産市場が悪化してしまったんですね。つまり物件が売れないのが一番の原因です。しかし、香港に上場して、2009年からプライズウォーター ハウス・クーパース社がですね、会計を担当しました。14年間も付き合ってきて、2021年、広大グループは返済振り子があって、付き合いですね、辞めてしまいました。しかしですね、この PWC という会社ですね、この14年間ですが、世界最大な会計事務所として、広大グループ社の会計をですね、審査してきました。全て正常ですよと評価しました。 しかし、中国政府はですね、昨日でしたが、2019年と2020年、改ざんがあったんですよね、と指摘しました。つまり、PWC としては、責任ですね、実はあるんですよ。株式市場ですね、上場しますので、会計事務所の信用度はとても大事ですね。世界では、有名な会計事務所を信用して、投資家たちは投資しますので。香港政府ですね、発表しました。これから、 PWC 社のことを調査しますと発表しました。そして、香港の証券取引所にも責任あると思いますし、中国の証券監査委員会にも責任はあるというふうに思いますが、でもですね、自分には責任あるとは言っていません。実はですね、中国系の会社ですね、上場しているのですが、会社ですね、でもみんな改ざんするんですよ。これが普通です。普通に考えたらそうでしょう。でもですね、 みんなですね、世界4つ有名な会計事務所との付き合いですね、ものすごい深いんですよ。世界では4大会計事務所としては、さっき言いましたが、PWC、次は DTT、KPMG と EY ですね。実はですね、この4大会計事務所ですね、みんな中国系の会社の改ざんをお手伝いしたというふうに言えるではないでしょうか。そして3月18日ですね、実は 他の会社も罰金取られました。従業員企業ですね、罰金取りやすいのですので、調査すればいいんですよ。これで、地方政府の税収に貢献となっていますので。まずはですね、北京にある天衣山下ですね。この会社はですね、北京市の政府の調査を受けました。社長は身柄確保されました。そして副社長は社長代理となっています。現在ですね。それからですね、火星、 技術と言いますが、社長はですね、三柄確保されましたし、現在調査中です。そしてですね、この、国交電機と言いますが、これも同じです。社長は、三柄確保されました。そして、チョンドゥですね、出演者にある、スクリーンマイクロテクノロジーという会社ですが、これがですね、液晶の会社ですね、社長と新ンさんですね、三柄確保されました。そしてですね、P CPE という会社も同じです。社長は身柄確保されました。つまり、中国の株式上ですね、大粛清が始まっています。やはり、中国とですね、証券監視委員会の長官ですね、変わりましたし、長官となってで,ですね、これから大粛清やりますよ、というふうにするんですよ。これについてですね、実は、Voice of America ですね、ものすごい大事な情報ですね、公開されました。 中国ですね、この間大会が終わりました。中国政府の柔軟性がなくなってしまいました。経済に関する施策は全くなくて、国民は不安です。外国の投資家も不安です。中国の政治家もエリートもみんな寝そべり族となっています。大会が開催して価値のある提案、意見はなかったんです。中国政府ですね、民営金業を支持しますよ。 外資系を誘致するよ。経営環境を良くするよ。これはですね、去年発言したんですよ。しかし今回ですね、重要な大会、世界に注目されましたが、何も言わなかったんです。そして李強首相ですね、記者会見をなくしました。これからもないでしょうか。しかし、例年ですと、外資系企業の代表、記者団との飲み会もあったんですよ。 でも今回はなかったんです。そしてこれは1980年代を思い出します。当時ですね、ソ連と東ヨーロッパ、国民はお酒を飲んで麻痺するんです。ディスコとジーンズで楽しむんです。夢もなくて、目標もなくて、政権の崩壊を待つだけでした。でも当時ですね、ソ連の国民は知りませんでした。政権は 実崩壊するでしょうかしかし中国は違うんです。みんなですね、経済の発展を経験したんです。その思いですね、忘れてはいけません。習近平の反改革施策とは続きません。これで中国政府ですね、みんな楽だとなったんですよ。つまりダチョウの平和ですね。これがですね、中国では言いますが、 アメリカでもそういうふうに言うんですが、英語をですね、ダチョウの平和と言いますが、ダチョウさんはですね、危険ですよねと気づいたらですね、何もできません。対抗もできません。怖いよねとわかるんですよ。でも、何もできませんので、自分ですね、見るだけでは厳しい。やはり怖いんですね。これで頭をですね、隠すんですよ。だいたいですね、木の中にいるか、土ですね、中にいるんですよ。お尻ですね、出すんですよ。これが、 の平和となりますつまり、目をですね、閉じめばいいんですよ。そういう話ですね。これが今の中国政府です。つまり、自分にはですね、何もできません。でも、社会が不安定です。経済が悪化してきました。国民も、やはり嫌な気持ち、わかるんですよ、中国政府も。でも、解決策は何です。それで、目を閉じましょう。という話ですね。そしてですね、最も大きな変化ですね。 中国政府の柔軟性がなくなくったんです。中国政府には柔軟性があって世界一です。つまり臨機応変に変わるんですよ。周りに合わせていくし、そして勉強するんです。例えば、天安門事件が終わりました。世界に孤立されました。でも、最終的ですが、世界の一員となったし、世界の向上となったんですよ。これで中国政府ですね。 自分の政権を維持することができました。でも現在ですね何もできません西洋側の軍隊化を批判したし、特別の社会主義を実行するよう説いていますこれはナチスの名言ですが共産主義はいりません資本主義もいりませんドイツの特色が大事ですこれで中国の国民はですね最初は信じましたつまり共同富裕ですねでも これがですね、目が覚めますよ。習近平は大粛清をやって、部下には一人だけとなってしまいました。みんな部下です。でもですね、みんなゾンビです。会議が終わってみんな寝るんですよ。なので習近平は一人の党となりました。9000万人の党員はみんな見ているだけですね。残りの時間は少ないし、習近平には残りの選択肢も なくくってくるんですよ。というふうにですね「Voice of America」の報道ではありますがこの説明ですね私は非常に賛成なんですよ実は柔軟性というのはですね中国政府の特徴なんですよ当時ですね先進国これはですねアメリカもそうですし実は日本も同じなんですよ中国政府と付き合ってですねなんとか利益はあるんですよね 特にですね、ウォルカイ、特にそれなんですよ。でもですね、中国政府はですね、この心、あるいは利益優先のことをですね、狙いだったんですよ。狙ってですね、使えば我々利益ありますよね、というふうにですね、使っていくんですよ。これで投資家はですね、大変喜んでいました。これがですね、やはり、大安門事件があってですね、自分の国民にですね、向けて発砲するんですよ。戦車も走るんですよ。 ちちゃぐちゃにするんですすよよ先輩となっていくんでで人間はでもですね、みんなしてるんですよ。でも、こういう政府と付き合うんですよね。これがですね、今見てですね、これも自業自得というのは言えるかもしれませんが、でもですね、当時はやはりまあ優しい心もあったとは思います。でもですね、これはもう歴史ですので、もしですね、しっかりとですね、中国政府と縁を切っていればですね、中国ではですね、まだ天安門事件が 続きはあると思うんですよ。でもですね、その後はすぐですね、経済発展ができました。これが流れなんですね。中国政府ですね、柔軟性があってですね、先進国の弱いところですね、狙っていくんですよ。つまり、利益優先ですね。なので、実は利用されたというふうに思います。ただし、現在ですね、その柔軟性というのはなくなったというふうに思います。でもですね、習近平政権は、 この13世がなくなってですね、自分は大変ななっていくと、つまり、党としてはですね、崩壊するというふうに思われます。これがですね、今までの流れではありますが、実はですね、あのアメリカもそうですが、日本もそうですがですね、あの例えばですね、中国はあの経済ですね、成長します。たくさんの産業も出てきます。生活も良くなっていって、普通の国となっていく。 いいう願いですすねあったと思うんですよでよもですね実は逆なんですよ中国政府ですねそこまで優しくないんですよね利益ですね全部,全部自分のポケットにいるんですよそれから、まあ、移民もするし悪いこともするし特に軍事ですねへの投資もすごいし先進国の煮物も盗むし強制的にですね中国へ進出したですね会社に対して技術の移転ですねあるいはですね 情報ですね。金融機密ですね。あの、公開してもらうんですよ。なので、中国政府ですね。一番利益ですね。受け取っているのは中国政府なんです。国民はですね、実はそこまで多くはないんですよ。でもですね、あるといえばあるんですよ。それが不動産なんですね。なので、これがですね、今の不動産の状態ですね。実はパーとなってですね、気づいたら価値はないんですよ。あるいは、売りたくても売れません。あるいは、売ってもいいんですが、 うででですす。すね、赤字です借金だけ残ってしまうんですよ。これが、まあ、中国の国民の現状ではありますがそしてですね中国の社会では変化がすごい激しいのでまたですね中国の社会について特にですねたくさんの会社ですね倒産あるいは経営者ですねそしてお店ですね中小企業ですねの悲鳴ありますのでこれについてもですね話をしていきたいというふうにいしたいと思います。 最後、にのボタンをお願いいたします。ありがとうございました。